雪をいただく津軽富士、岩木山です。桜の名所、青森県弘前市の弘前公園。誰もが足を止める桜の風景です。弘前では今年4月19日に開花宣言が出され、200万人以上がここを訪れました。堀の水面を埋める花びら、3000本もの桜の木が北国を春一色に染めました。町が花吹雪に包まれる頃、春は津軽海峡を渡ります。北海道松前町、4月27日、北海道で最初に開花宣言が出されました。松前城の城跡にある桜見本園も春を迎えます。東洋に咲く250種類の桜、そのうち100種類が松前で生まれた桜の品種です。松前一の桜の古木にも可憐な花が咲き揃いました。私の心は湖水です。どうぞこいでおいでなさい。あなたの白い影を抱き、玉と砕けて船べりへ。私の心は灯火です。あの扉を閉めてください。あなたの衣の裾に震えて、心静かに燃え尽きて、あげましょう。私の心は旅人です。あなたは笛をお吹きなさい。月の下に耳傾けて、心楽しく夜を明かしましょう。
千葉です。しばしお庭にとどめてください。やがて風吹けばさすらい人また